最初期のドラムマシンであるリズミコンとその発明者であるジョセフ・シリンガードラムマシンはドラムパートを自動的に演奏させるために開発された電子楽器の一種。シンセサイザー、サンプラー、並びにドラム、パーカッションなどのサンプリング音を再生する機能を有したシーケンサー。同様の機材にはリズムボックス、リズムマシンがある。歴史的に言うとアナログ音源で、 タイミングは円盤にリズムパターンがアナログで起動条件がデジタルでハードコーディングされており、それを選択して演奏するタイプがリズムボックスと呼ばれており、ローランド社のローランド TR-808 によって利用者によるリズムのプログラムができるようになると、それを総称してリズムマシンと呼ばれた。リンドラムなどのサンプリング方式のリアルな音源が使われるようになって、 リズムマシンとの区別からドラムマシンと呼ばれるようになる。慶応技術研究所により商品化されたドンカマチックが日本産初のリズムボックスであり、現在も音楽業界で各種のリズム演奏機械や演奏時にキッククリックを指して用いられるドンカマという故障はここから生まれた。テクノポップやデトロイトテクノなどのテクノミュージックの初期ニューウェーブやブラックコンテンポラリーなどにおいて、 安価でかつリズムパターンのループを容易に作れるドラムマシンは多用された。同様の理由でサンプリングが可能なドラムマシンの赤いの MPC-60 や EMU の SP1200 はヒップホップにおける定番機材となった。ありがとうございます。